はい。今夜明日のスケジュールを確認し、今後の相場想定しつつ、明日買って明後日儲かる銘柄を勝手に予想する静かですけど、明日はこれを買いのコーナーです。今夜、訪日外国人客数がもう出ているはずなのですが、どうだったですかね。まあ大体なんか、まあでも今年ぐらいからちょっと流れ変わってきます。いつもは、その、伸び鈍化みたいな形で、翌日インバウンド関連銘柄が売られるっていうところが去年の後半ぐらいからちょっと続いてましたけど、ちょっとね今年入ってからちょっと流れ変わってきて、また素直に交換されて化粧品とか買われるようになってきたかなっていう気もします。5月の訪日外国人客数 3.7% 増の277万3000人、まあ5月では過去最高なんですが、それでもちょっと売られる可能性があるっていうのがちょっと難しいところですね。海外、パウエルさんの議長会見、 FOMC の結果発表ですね。そしてオラクルの決算発表があります。20日、今度は国内で黒田日銀総裁の会見があります。日銀金融政策決定会合、結果発表。そして4月の全産業活動室が13時半、コンビニエンス売上高が引け後の16時発表になります。海外 EU 州の会議が6月21日まで。アメリカ 1、3 月期の経常収支が21時半、同じく21時半に6月のフィラデルフィア連銀景気指数が発表。そして23時に景気成功指数の発表です。クローガーとレッドハットのアメリカ決算発表がありますということでした。で、今日は、それなりに動きがあった全固体電池関連ですね、を見ていきたいなということで、結構みんな注目してたその三王工業、アトラクティブストックスの方で見ましたが、三王工業とかですね、なんですが、まあ、ストレートに前々から結構ね、注目度の高いところとしては大原。今日でもあんまりでしたね。ちょっと押されましたね。8円高1417円 0.57% 上昇。ただちょっと業績がついてきてないっていうところがネックであります。あと FDK 今日上がってましたね。それもアトラクティブストックスので見ましたね。富士通グループですね。あとストレートに TDK、大型だと TDK とかそんなところでありますが、あと名古屋銘柄は結構ね、ありますよね。その瀬戸の食器銘柄、森村グループ。日本特殊陶業52円高1970円 2.7% 上昇。この辺やっぱり注目度高いのかなと思います。日本外資なんかでもいいかもしれませんね。33円高1517円 2.22% 上昇。日立造船なんかも全固体電池関連の関連株だそうです。8円高359円 2.28% 上昇。山陽火星工業40円高5700円 0.71% 上昇とか、あとこれも名古屋企業だったと思いますが、新東工業。新東工業40円高957円 4.36% 上昇ということでした。まあ、この辺が全固体電池からもうちょっといきますかね。EC表記。反応してそう。あれ、マイナスになってる。安値じゃないけれども、2円安510円。0.39% 下落でした。日本高度紙工業。28円高1295円 2.2% 上昇。細川ミクロン。40円高4370円。6日ぶり反発 0.92% 上昇。カーリット。20円高650円 3.17% 上昇。こんな感じかな。東方チタニウムとかね、その辺でもいいんでしょうけどね。ということでありまして、ちょっと陰線続いてますんで、東方チタニウムちょっと重たくなってきましたが、この辺が全固体電池関連とかかなと思います。まあ、ストレートの大型で、村田とか TDK、まあ、どっちかというと TDK ですかね。TDK のか、その辺とかを狙ってもいいのかもしれません。という、そんな全固体電池関連の特集でした。多分昔ストックステーションので全固体電池とかの話はしたことがあると思うので、そちらも合わせてご覧ください。では明日の個別材料を見ていきます。今日はちょっと多めなんでブワーっといきましょうね。強立電機。2019年6月期の配当予想について特別配5円を加えて60円にするという発表しております。従来予想は55円だったんですけどね、増配となります。そして、岡野バルブ。2019年11月期の第2クォーターの、業績予想の修正です。営業損益を3000万円の赤字から5億2000万円の赤字に下方修正。もう随分赤字幅が膨らむなということです。ソラスト。5月の介護サービス利用状況は訪問介護が前年比 2.5% 増。デイサービスが 44.7% 増だそうです。随分増えましたね。JT。5月の国内紙巻きタバコ販売実績速報。前年同期ついて 7.4% 増。タバコ離れが止まらないですね。そりゃそうなんですけどね。賛成テクノロジーズ、新しい中期経営計画を発表しております。そして IO データ、2019年6月期の営業利益の予想の業績予想の修正です。営業利益の予想で28億円から20億円に一気に下方修正発表しております。そして塩野義、オピオイド誘発性便秘症治療薬でスペイン企業と同国での販売契約を締結した、発表しております。何ですかね、動くかな。アダストリア、中国の上海市に子会社を設立したと発表がありました。そして、リクシルビバ、新経営体制を決定しました。まあ、社長が退いたりとかね、いろいろありました。リクシルビバ、ちゃんとやってくれるんでしょうか。サンオータス、2019年4月期の業績アップでした。営業利益が7300万円ということで、前期比 45% 増でした。急騰でしてますね。すごいですね。明星工業でしたかね。自社株買い発表です。100万株、8億円を上限とする自社株買いを発表しております。離島はいいか。セグウェイ。6月26日付で東証一部に指定外だそうです。おめでとうございます。続いてパーク社。モビリティバース領域におけるアルゴリズム展開でアイドラ社の株式を取得したということを発表しております。そしてエボラブルアジア、5月の取扱い高は昨年対比で 199% 増だそうです。いや、2倍じゃ3倍ってことか。すごいですね。あ、違う、これ今はストライクでしたね。全然違うよ。エボラブルアジア。こちらです。まあ、高値付近ですもんね。エボラブルアジア。続いて UACJ。連結子会社の UACJ 交換の株式を譲渡するという発表しております。ちょっと反応しますかね、なんとかね。続いて、ラオックス、中期経営計画の数値目標を修正しております。2020年の営業利益の目標を40億円としていましたが、48億円に上方修正だそうです。ということで、以上、明日の個別材料でした。では、マーケットの方。マーケット想定考えていきましょう。アメリカじゃない、ヨーロッパの時間です。今、夕方5時40分。ちょっとアップするの遅くなっちゃいますが、これ撮ってる時間5時40分とちょっと早めです、いつもより。ヨーロッパ今、ちょっと安いですね。イギリス 0.33% マイナス、ドイツ 0.1% マイナス、フランス 0.2% マイナス、全面安ですね。小幅ではありますが、1% 超えるようなマイナスないんですけどね、ちょっと前、難聴。為替見ていただければ分かると、ちょっと円高っていうのもありますんでね。ニューヨークダウ先物 26,488 ドルということで、現物はね、よりは高いんですけどね、という感じです。で、日経金先物は 21,250 円ということなんで、日中終値から20円安といった展開となっております。日経金、今日さすがに大幅反発しましたので、ちょっと反落するかな、21,200 円ぐらいの着地かなとかっていうふうに明日思ってますけどね、どうでしょうかね。難しい。はい。ということで、ありました。なんとか、どうなす、ちょっとさすがに明日一旦ね、これだけ上がれば。でも窓を開けて上がると、続伸のパターン多いっちゃ多いんですよね。あんまりちょっと気を抜かずに、明日ぐらいまではもう一回いけるかなというところも見ながら、21,400 円ぐらいまで。はちょっとあるのかなっていうところも期待したいところですけどね。はい、という、そんな明日。これで一目均衡表どうなるんですかね。まだですね。じゃあちょっと重たく、このねじれのあたり、やっぱりちょっとねじれはいろいろ起きますね。ピュンと上がってきましたんで、このまま明日、ぐいっともう一段抜けられればいいんですが、上限いくらだ、先行スパン。21,530 円。500円ちょっと重たそうですよね。この辺も目処になってますしね。その一目均衡表的にもちょっと目処になりそうなところ。21,500 円から550円ぐらいのところは、ちょっともたつく可能性があるかもしれない。ですかね。という感じです。それなりに、続進いけるかなと思ってるんですが、まあ、今夜は FOMC 次第でもそんなに悪い話は出ないでしょう、きっとね、と思いますんでね、ちょっと緩和的な姿勢見せて、ニューヨークダウ200円、200ドル高みたいなね、そんな感じかなと思います。ちょっと為替が心配なんですけどね、そのパターンだとね。まあ、最近だと為替とそんなに相関性がないっていう日本株の最近の傾向ですから、まあ株高、米株高を素直に交換して日本株も買われるっていうところで見てあげていいのかなというふうに思っております。ということで、今日はまたクソ暑い一日でしたね。本当にね、ちょっと、まあ、東京だけかもしれないですけど、まあ、暑かったなって。今日またイタリアのワインの、なんかその展示会というか、何会っていうんですか、わかんない。行ってきた、取材に行ってきたんですけどね、今日あんまりもう、ちょっと飲んだら眠くなっちゃうだろうと思って、あんまり飲まずに、ちょっと一杯だけちょっと本当に試飲して、あとはちょっと撮影する側にカメラマンに徹してたんですけど、もうもうやっぱりすでに眠い。で、この4時5時が本当に眠くてですね、最近何なんでしょうね。この今の4時5時の時間帯が本当にしんどい。もう眠い。一回寝たい。っていう感じなんですよ。ちょっと本当に。喋りながら寝ちゃうパターン、最近ね、よくあるんですけどね。最近よくあるわけじゃないですけど、なんかたまにあるんですけど。まあ、寝るの遅かったんです。確かに昨日は5時ぐらいでしたんで。ということでね、今週末ぐらいからまた梅雨っぽい感じの天気になるんじゃなかったかなと思いますんで、違ったかな。そうですね。土曜日とか、土日雨ですから、土日月火と雨ですんでね、まあしょうがない、梅雨の時期ですからね、我慢して、梅雨を受け入れて頑張っていきましょう。そんな感じですね。そしたら、楽しい夏が訪れますんでね。ということでありまして、それとあと、新しいパソコンが、欲しい。まあ、そのちょっと持ち歩く用のパソコンをね、なんか知らないうちに、あれなんですよ。サーフェス、まあサーフェス、もう随分古いやつだ。サーフェスプロ3なんで随分古いんですけど、もうディスプレイが割れてて、もうほんとショック。結構重宝してたんですけどね。で、ちょっと使えなくなってしまったんで、新しいのを買います。まあわかんない。買わないのすぐに買うか知らないですけど、買わなきゃなっていうふうに思ってますんで。なんとかね、株で儲けて、それで買いたい。ちょっとあんまり資金を今捻出してる状況じゃないっていうところですね。はい、ということでありました。今何を、あれ系のなんかいい端末って何なんでしょうね。何買えばいいんですね。持ち運べるやつね。別に、あのペンで書けるっていうのは確かに便利だったんですよ。あれはいいなと、なんか本当にノート代わりに使えるしいいなっていうのはちょっとあったんですけどね。でも、なんかタブレット的な感じの割には重てえなっていうのと、すげえ熱くなるなっていうのがあったんで、なんか難しいですね。はい。ということで、なんかいい、端末、パソコンあれば教えてください。ということで、以上、静かですけど明日はこれを買えでした。